川西池田駅は兵庫県川西坂江根2丁目にある西日本旅客鉄道福知山線の駅である。駅番号は JRG54、JR 宝塚線の愛称区間に含まれる直営駅。愛子化が利用可能。初代の駅は摂津鉄道の終点として開業した。当時の位置は現在とは異なり、稲川を渡る五福橋近くに駅があった。 このため駅名は、川西を名乗らず、稲川の対岸で栄えていた池田とされた。その後、半角鉄道の駅となり、宝塚方面に延長するにあたって、駅を移転。この時移転された駅の位置は、現在より、西寄りの場所で、国道176号線の寺畑一丁目信号の前あたりにあり、一度仮停車場への移転を経て、本停車場に移転している。 1925年に川西が調整を敷いて、以降、所在地に合わせて、駅名を解消する機運が高まり、数度にわたり、駅名の解消を請願したが受理されなかった。川西の調整25周年にあたる1950年、前後に運動は盛んになり、国鉄などに陳情が行われたが、池田氏もそれに反対する陳情を行ったため、間を取って川西池田となった。 非電化当時の構内は、駅の北東部に貨物取扱施設と機関宿が設置され、広い敷地を有していた。また、半角鉄道時代には、駅前の丘に半角鉄道本社があった。乗客は、身の終わり間電気軌動の開業に伴って全言し、福知山線の電化、福線化まで、川西の瀬口駅の一人勝ち状態が続いていた。福知山線の電化、 複線化にあたり、当駅を両方向で対比可能な駅に改造し、駅前にロータリーを作るため、元貨物ヤードがあった、現在の位置に3度目の移転をした。移転後の旧駅の移行として、駅前広場が90年代初めまで形を残していたが、線路をまたぐ道路の敷地になり、姿を消した。ホーム北口のロータリー島式に目に温線のホームを持つ。 地上駅で、京上駅舎を有する。進行方向ごとに、列車の退避が可能である。愛国家に対応した、自動改札機が設置されている。本線は、内側の2番乗り場と3番乗り場で、運転手の取扱い場はそれぞれ、下り本線と上り本線と呼ばれる。退避線の1.4番乗り場は有効長が、さらに長く作られている。駅舎内には、2階にコンビニ、 セブンイレブンハートインがある。特急列車は通過するが、その他は停車する。日中時間帯の停車本数は1時間に8本で、区間快速と普通列車がそれぞれ4本ずつ停車する。区間快速は当駅から中山寺方の各駅に停車する。日中の上りの区間快速と、日中以外に運行される快速、丹ン快速の多くは当駅で普通との、 環急接続が行われる。朝晩には JR 東西線に直通する快速も停車するほか、朝ラッシュ時は本数が非常に多い。快速の接続待ちや特急の通過待ちで1.4番乗り場に停車する列車は車内の室温維持のためにドアが半自動扱いとなり、停車中は乗客がドア付近のボタンを押して開閉を操作する。以前は火器や 当期のみであったが、2013年からは、毎日行うようになったが、2020年4月以降は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止による、車内換気工場のため、一部の列車や駅では、半自動扱いは休止中で自動扱いになっている。兵庫県統計所によると、2019年度の1日平均乗車人員は19,595人で、ある。 近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。阪急バス福岡台方面の132系統を、のぞき川西の瀬口駅前の、阪急川西の瀬口バスターミナルにも停車する。また、阪急川西の瀬口始発がある分、運行便数も、同バスターミナルの方が多い。ありがとうございます。